い、サッチー、サッチはいずこに。お、あ、なあせいや、サチ見なかったか。うん、そっか、一体どこに行っちまったんだサチのやつ。あ、じゃあ俺はサチ探しに行くから、またなせいや。サチやーい、俺を置いてどこに行っちまったんだよ。なあなあ、せいや。お前、あれ聞いたとき、やばくなかったか？立花先輩の、びちょびちょって話。なんだよせいや、お前立花先輩のびちょびちょなの想像して何も感じないわけ。まったく、男のくせにだらしないぞせいや。びちょびちょ。おい、せいや、目を閉じて想像してみ。目の前に立花先輩がいると思ってさ。じゃあな、せや。
お、せいやどうしたんだ？時間には軍隊みたいに厳しいお前がこんなに遅くに登校とは、こりゃ珍事だな。目覚まし？あ、すまん、それ俺のせいかも。あ、いやな、夜中にテレビ見てたらリモコンが動かなくなっちゃって、どうも電池切れみたいだったから昨日の夜せいやの部屋に借りに行ったのよ。そしたらお前もう寝てるし、よだれなんか垂らして気持ちよさそうだったから起こすの悪くてさ、仕方なく近くにあった目覚まし時計から拝借したってわけだ。まあまあ俺と聖夜の仲じゃないか。しょうがないだろ、緊急事態だったんだから。まあまあそんなに怒るなってせいや。それより学校に行かなくていいのか？そんなに焦るなって、もう十分手遅れだから。こら二人とも、今何時だと思ってる？二人ともちょっとこっちへ来い。またお前か鶴間、いつもいつも堂々と遅刻してちゃんと来る気あるのか？あるような、ないような。返事ははっきり。どっちかというとあるような気がします。やつはいつものらりくらりと。厚着も厚着だ、こんなのに付き合って遅刻するなんてお前らしくもない。厚着は今日が初めてだから許してやるけど、今度やったら鶴間と一緒にプール掃除だからな。え、じゃあ今日はあれやんなくていいんすか？しょうがない、今日は厚着に免じて許してやる。やったぜ。ほら二人とも、一次元目の授業が始まるから早く行け。ラッキーラッキー。飯行こうぜ、せいや。先輩、今日は何食べよっか。そんなの後でいいじゃん。まったく、そういうところは真面目だよな、お前。
大丈夫、俺は天才だから。つうわけで、せいやもああ言ってることだし、先に行ってようぜ、サチ。私が注文しといてあげようか。うん、わかった。はい、私は平気です。あ、それじゃあ急いでるので、私はこれで。おやおや、千歳と何の秘密の話かな、せいやくん。ようやく女の子に興味持ってくれたのは俺としても嬉しいが、でも千歳はやめとけ。言わなくてもわかるだろうが、千歳は学年一の優等生だぞ。一方我々は言うまでもなく劣等生。どう考えても釣り合わんだろうが。前には立花先輩が似合ってると思うんだが、どうだ。立花先輩嫌いなのか。ま、どっちにしろ、せいやが女の子に興味を持ち始めたのは良い傾向だ。何かあれば全力で協力してやるからな。まず俺に相談しろよ。あれ、厚木くん。
やっぱり厚木くんだ。こんにちは。ちょっとね、用事があって。厚木くんも何か用事？厚木くんってユキナと知り合いだったのね。そう、厚木くんの言ってるカッパ抱いてる女の子の名前だよ。厚木くん知らなかったの？私の妹なの。私が一緒だと、ほら、逃げないでしょ。でも、どうして厚木くんがユキなの？知らない女の子を追いかけ回すなんて、厚木くん。わけって何ですか？知らずに
でも珍しいな、ユキナが他の人にそういうこと言うなんて。私も子供の頃、ユキナからカッパだって言われてたの。それは、ユキナ、私にも教えてくれないの。こんな時間。ごめんなさい、私これから生徒会の仕事があるの。じゃあね、ユキナ。バイバイ、お姉ちゃん。それじゃあ、日曜日の午後3時に中央公園のベンチの前でね。忘れちゃダメだよ。うん。ごめんなさい。いつも逃げちゃってごめんなさい。
ママですよ。なに、せいやちゃん。
県民の日にもらえるあれのこと？うん、別にいいけど、何に使うの？冷たいのね、せいやちゃん。あんなのまだ残ってたかしら。はいはい、わかりました。かわいいせいやちゃんのためだもの、ママに任せといて。はい、せいやも体に気をつけてね。